やばい病気持ってるやつ。おい、行くか、そろそろ。そろそろ死ぬ選手権やるか。なあ。やばい病気持ってるやつ。変な空気にするか、放送。来たかもしんない。重核腫瘍の狭窄症の手術をしました。腫瘍は悪性でした。少しお話ししたいです。お前、重っ。やっぱ、ちょっと、なんて言ってあげれて、ADHD でうつ病で31歳独身のです。ちなみに、さっきの LINE、スタ、LINE、え、インスタグラムで相撲取りとツーショットを撮ってたものです。やっぱ、ストックが溜まるなぁ。ちょっと待ってな。僕の、この、悪性腫瘍の方、僕の LINE ID は、いや、止まるんだろ、お前、重核腫瘍で悪性でしたって言われて、おぉ、マジでーって、おめえじゃやべえなぁ、ガンじゃんよって 言えねえぞ、俺。今放送中だからいいけど、いざ通話つながったら俺もう、禁句だぞ、お前。なぁ。ちょっとやべえの来たわ。15歳、脊柱管狭窄症、これ。おい、ガチの難病じゃねえかよ。脊柱側弯症。ほう。ちょっと笑っちゃった。今のところ命に別状はありませんが、体中の皮膚上に腫瘍ができる病気を持っています。生まれつきの疾患で腫瘍以外には体中にカフェオレ斑があります。現在は手術以外の治療はありません。ちなみに2週間前に手術を行い、現在自宅で療養しております。手術前、左耳後ろあった腫瘍の写真をお送りします。お前ガチじゃねえかよ。戦ってるんだな。21歳、精巣がんを宣告されました。おい、マジか、これなぁ。本当に、本当か？すいません、こんな時間に。とんでもないです。は先ほどのメール見させてもらったんですけど、40歳で、それ自分ではないです。あれ？違いましたっけ？あれですか？まだ後でかけてあ、いみやまいすや、か。あなた誰でしたっけ？ごめんなさい。僕、重核腫瘍で狭窄症になってあます。すいません、なんか、すごい、重いのに、ごめんなさい、なんか、俺、間違えて、ほぼと間違えてかけちゃった。すいません、はい。どういうご病気でしたっけ？重核にはい。腫瘍ができまして、重核って胸のとこですよね。そうですね、肺のとこですかね。はい。それで、腫瘍ができてしまって、拳大の。拳、結構大きいですね。え、で、うん。痛みで倒れてしまいまして、ねえ。で、CT 撮ってもらったら、重核腫瘍狭窄症って、診断されまして、それでもう、しっとるオペはしたんですか？一月ほど前に、へえ。それで、なんか、なんていうんですか、今は退院されて、そうです。で、今は、もう、自宅で休まれてる感じですか？自宅待機ですね。それは悪性だったんですか？後から調べたら悪性、最初良性って言われてたんですけど悪性でしたね。それ、もう本当に、なんていうんですか、やっぱ、宣告された時はもうびっくりしましたよね。そうですね、絶句して誰にも言えなかったんですかね。誰にも言えなかったので、うんこちゃんの放送で言っちゃって大丈夫なんですか？ だってそれ、やばいっすよね。まあ、絶対もう、俺も患者さんのプライバーシーは絶対守りますけど、年齢も聞かないですけど。何十代か。一応、うんこちゃんとも同い年です。え？マジで？うわ、それ、切ないね。こんなこと言われたくないだろうけど。結構ね、多いみたいですよ。年間3000人ぐらいいるみたいです。そうなんだ。それってさ、今まで何の前兆もなく、例えば俺も別に何の前兆もないけど、今まで普通に生活してきて、なんか胸に違和感があって急に？違和感あったんですけど、1年ぐらいずっと放置してて、そういうことなんですね。倒れてね、どういう違和感があったんですか？もう立てないぐらいうずくまって、で、5分ぐらいしたら収まるんですよ。どういう、なんか、うーって痛み？もう神経痛ですね。それなんで放置してたんですか？放置したら治るからです。5分後に。あ
ね、会社のさ、はい、そのなんていうの、健康診断とかはあったんですか？はい、あの、引っかからんかったんですよ。あの、見逃されたっていうんですか？まあね、そっか。え、それで、はい、今は仕事はどうなんですか？一応休職してますけど、あの、3ヶ月後ぐらいに復帰する予定です。あ、もうこんなこと聞いちゃったらすごい、もうズバズバ聞かせてもらいたいんですけど、はい、そのなんていうの、取って、一応全部取り切って完治、あの、例えば5年なか、再発なかったら完治っていう。そうですね。ことでいいんですよね。一応定期検診は受けなさいとは言われてますけど。うん、2ヶ月に1回ぐらいですか？もっと早い。もっと時間、6ヶ月に1回とか。今のところは1ヶ月に1回。で、大丈夫だったら半年に1回。次から1年に1回。はい、あ、なるほど。はい。それ、なった時の、はい、率直な感想を僕本当に、なかなかだってそういう、だって同年代で、例えばあの、この前、真央ちゃん亡くなったじゃないですか。あ、はいはいはい、あれ、俺と同い年で発症してるんですよ。他人事じゃないじゃないですか。あ、そうですね。はい。そういうなんか貴重な、やっぱ俺今まで病院で働いてて、やっぱそういうのって聞いちゃいけない、本当にタブーじゃないですか。あ、はいはい。どうでしたって、だってそんな悲しい決まってるから。でもなんか、本心。どんな感じなんですか？本心は、うん。まだ32だから、うん、多分助かるだろうっていう、なんか楽観的な感じはありましたね。あ、あんまり絶望せんかったですかね。あ、そういうもんなんですね。まあ人によって違うとは思いますけど。で、ちゃんと一、はい、もう手術は成功、一応成功しましたよっていうふうにか、あの、先生は言ったんですよね。取り切れてないとかじゃなくて。はい。あの、取ってくれましたね。ああ、よかったわ、はい、それは。まずはね。内服は何内服されてるんですか？どういう、その、薬の名前はいいけど、今もだされ、いや、もう退院してますし、薬は、何も。あ、飲んでないんだ！今は痛み止めとかもないですね。へぇー。はい。いや、でも結構な手術っすよね。そうですね、あの、胸骨、クパーって開けられる。開けて、あの、俺が放送で言った、ね、あの、メス入れて、脇の機械からバキ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 ってね。そうです、そうです。いや、でもよかったよ、ほんと。まずは。ひとまず、だってその手術失敗してたら、だって今、ね、うん、はい。ここにいないわけじゃん。そうですね、放送聞けてないんで。ですよね。ほんまに。不思議な感じっすよね。いやなんか、それなる前となった後で、そ、自分の、その人生における価値観の変化みたいなのってあるんですか、やっぱ。あ、ありますやっぱ。どういう考え方間違ってるんでしょうね。あの、はい、病気になるってことは。いやいや、それは関係ないと思いますけど、その自分の価値観が、うん、どういうふうに変わったかお聞きしたいんですけど。価値観でしたら、その、やっぱりね、あの、大事ですよ。溜めすぎと、なんか、なんて言うんですかね。やっぱ考え方がやっぱ、あかん方に考えてたと思うんですよ。なんかでも、もう一、もうね、だって変な話。はい。そういう風に助かった命だから、これからはポジティブに生きようみたいな。うん、そうですね。まあ、それはありますね。だから、仕事を変えた方がいいかなとかはありますけど。あ、もう、自分の体に。良くない仕事なんで。うん。うん。あ、そうなんだ。多分、あの、ストレスやと思います、原因は。まあね、いろいろ、ゼロじゃないでしょうね、そういうのもね。え、なんか失礼ですけど、彼女さんとかはいらっしゃったんですか？いや、いないですよ。あ、そうなんだ。はい、家庭を持ってたわけでもなく。そうですね。なんかそれでやっぱ家庭持ちたくなるとか、そういう気持ちはあるんですか？やっぱ、だって自分の DNA 残したくなるって言うじゃないですか。なんか、副作用で、そういう性欲全くなくなってたんで。抗がん剤でね、抗がん剤っていうか、ね。はい。うん。まあ、そういうのはなかったんですけど。すごい失礼な話ですけど、今は、オナニーとかはどうされてるんですか？今も薬消えてるんで、一応、うん、はい、してますけど。ああ、よかった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 。ね、だって、楽しみの一つじゃないですか。そうです、ね。食欲と性欲と睡眠欲って、はい、退院したらまずそれを襲ってきますよね。まあ、そうですね。うん、よかったよかった。薬消えたら、もう一月ぐらいできんかったんで。うん。はい。え、その、いっぱい、やっぱ、試した分、なんか、ちょっと、出た気がするけど。ああ、よかったよ。すまん、よかった。ね、でも、今はね。じゃあ、ちょっと、僕の、はい。いや、なかなかだって、こういう、ねえ、はい。なんていうのかな、機械って言ったら失礼ですけど、はい、そういう方とお話するのって、はい。なんていうのかな、本とかさ、テレビとかで、はい、
綺麗に、やっぱり聞けないじゃん、性欲どうなのみたいな。そこまで本当答えてくれてありがとうございました。あの、何でも聞いてくれましたら。あの、僕、面白い放送続けるんで、なんか、頑張って、必ずついてきてください。ああ、ぜひ、はい、お願いいたします。はい。もう約束するんで、あなたに。僕が、あの、僕がインターネットチャンピオンになるの見ててもらっていいですか見届けます。あ、見届けて、はい、そう、あの、見届けてください、マジで。はい。はい。もうありがとうございました。ありがとうございます。でも貴重なお話聞かせていただいて。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。はい。はい、失礼します。失礼します。間違えて、ホモと間違えて、ガンの人かけちまったよ。おい！言ってくれよ、ちゃんと！危なかったぞ、お前！ことと次第によっちゃ大炎上してたぞ！ゲイだと思ってかけたらよ。なるほどな。でもやっぱ、あの、意外とさ、いや、でも、落ち込んで、放送だからなんかそういうスイッチ入っちゃったりするんだろうな。絶対落ち込むよな、そりゃな。最初、ホモっぽいって言われてさ。最悪じゃない？お前ら人を見た目で判断すじゃねえ、声色一つだよ。一生懸命生きてんのにや、こいつホモだなとか言いやがって。続きまして、清掃官の方にかけます。お前出てこなくなっちまったじゃねえかよ、ホモの方。うちでは全然差別してないんですよ。本当に差別ないからね、うち。全然かけ、あ、ごめんなさい。失礼、あの、こんにちは、こんばんは。あ、こんばんは。ま、自己紹介とか、あの、病気の方をちょっと、自分の口から紹介していただいてもよろしいですか？あ、わかりました。はい。21の時に、清掃癌を告発されました。はい、清掃癌。ありがとうございます。あ、なるほど。え、それで、その、オペ的な感じで。そうですね。で、片玉を要は切ったんですよ、もう。あ、片玉を取ったと。片玉、そうですね。もう一個の方はどうですか？もう一個の方は。もう一個の方なんですけど、その手術の際に、はい、後腹膜のリンパの方を切ったんですよ。はい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 。で、切除した時に、はい、まあ、ちょっともしかしたら射精障害が。あら。起こるかもしれないっていうことだったんですけど。はい。まあ、物見事に、逆行性射精になってしまった。ああ、そうなんだ。はい。はい。片玉の方もうまく、精液が、出せないので。製造はされてるんですか？製造はされてるんですよ。じゃあ。ちゃんとオーガズムにも達するんですけど。うん。まあ、液が出ないと。で、最悪っていうか、子供はで、作ることができますよね。その、なんていうの、体外受精的な。そうですね。うん。ね、あ、まあ、それは、まだ不幸中の幸いですよね。やっぱ、男性って、の、やっぱ本能として子孫を残したいって、ね。はい。でも、その、ね、21歳って一番多感な時期じゃないですか。そうですね。その時に、やっぱそういう宣告を受けて、率直にやっぱなんでだよっていう感じだったんですか？最初に、その、病院に行くきっかけになったのが、はい、ちょっと仕事の職場の同期と、はい。お風呂に行ったんですけど、はい、お前金玉片方でかくね金玉片方でかくねって言われたんですか？それ、なんつったんですか？なんつったんですか？それで。で、その時には、はい、まあ俺、最近やってないから溜まってっかもしれない。なるほど、なるほど、なるほど。話をしてたんです。え、でも命の恩人だね。そうですね。で、その後、その上司の前でも、なんかその、こいつ片玉がでかいんですよっていうふうにいじられてたらですね。うん。お前もしかしたらちょっと清掃癌かもしれないから病院行った方がいいっていうふうに言われまして。いや、マジでそれ助かったね。はい。でごめん、俺のね、本当に浅はかなね、医療知識で語るのすっごい申し訳ないから、間違ってたら加藤さんと全然違いますって言ってもらって本当に構わないんだけど、間違ってたら本当ごめんね。清掃癌ってでもさ、はい、体の外側にあるからさ、予後すごいいいんだよね。なんか感知しやすい病気だよね。前立腺癌と清掃癌って。そうです、ね。って言われてるよね。再発率も 10% から 30% ぐらいって言われてるので。5年生存率 95% とか言うよね。はい。あ、で、そういう告知は医師の方からあったの？なんか、やっぱ、ちゃんと癌っていうのは、今は治る病気ですよっていうか。そうですね。薬物治療と今も放射線で、まあ、ちょいちょい病院に通ってるので。うん。何ヶ月に、おそらく。うん。何ヶ月に一回。
2ヶ月に1回放射線受けてます。そうなんだ。大変だね。はい。だってあれって、じゃあなんか、なんていうの、シャントとか作ってんの？シャントっていうかあの首のところに、鼠径になんかさ、はい。入れたりすんじゃん。はい、人工血管みたいな。はい。あれ、やってんの？あれ辛いよね。辛いっす。痛いよね。泌尿器科なんですけど、うん。担当の主治医の方はおじいちゃんなんですよ。うん。なんですけど、助手っぽい、女の人がすごい若くて、うん。僕と同い年ぐらいなんですよ。あら。もうすぐ学校出てすぐぐらいの、うん。まあ、研修医なのかな、なんですけど、うん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 、その子に金玉見られるのがすごく恥ずかしくてですね。今片方の金玉どうなってんの？今片方ないです。どういう状況？ほんと、ペターンって感じ。残った方はもう、至って普通に、左側を摘出したんですけど、うん、でかい方ね。右だけデローンってなってます。はい。ああ、そうなんだ。なんかそれ以降さ、はい、その性欲的な部分で、やっぱ、男性ホルモンってさ、精巣で、なんか、はい、作られるって俺は認識ある。まあ、頭でね、作られるんだけど、精巣を契機に作られるって聞く。なんか性欲が落ちちゃったりした？落ちましたね。あ、そうなんだ。で、その、片玉を取った時に付き合ってた彼女がいたんですけど、うん。振られたんですよね、金玉取ったよっていうふうに。それが原因で、お前金玉取ったよって言ったの？そんな明るく言ったの？俺金玉取ったよっつって。そんなに明るくではないんですけど。ちゃんと暗い、あれだよね。大事な話があるっていう。こういうのがあって。なんか、サマーズの大竹みたいな、俺金玉取ったよ、やってるよみたいな、そういう感じじゃないんだよね。ちゃんと。感じではない。あ、よかったよかったよかった。センチメンタルな。うん、そしたらちょっと振られちゃいまして、まあ、そこから、あまり女性を信じることができなくなってしまって。なんで振られたの？なんかやっぱ、私はちょっと支えていけないみたいな。まず、射精障害っていうのにあんまりいいイメージ持ってなかったみたいで。まあ、そっか。はい。でも別に行くんだよね？ちゃんと。まあ、行きます、行きます、行きます。でも、精子は出ないです。いや、まあそうだよね。男がいくらそうやって言ってもね。あれだもんね。なんか、はい、若い女の子だったらそういうのにね、テイク。でもさ、逆にさ、そういうあなたを確かにさ、そのセックスってすごい大事じゃん。多分あなた童貞って言ったらわかんないけど、恋愛におけるセックスって多分すごい、7割ぐらいのウエイト占めると思ってんの、俺は。それがさ、多分、例えば射精がないってさ、結構、なんか、そのゴールテープがない、徒競走と一緒みたいな感覚があってさ、確かにさ、ハンディキャップじゃん、はっきり言って。金玉片方ねえし。そうですね。で、びっくりされると思うのね。でもさ、そんなあなたを愛して一緒になってくれる女の子ってさ、すげえ信用できるよね。できますね。だって別に私あなたが片方金玉なくても、いや別に最悪体外受精すればよくないみたいな、そこまであなたを愛してくれる女の子がいたらすごい大事にした方がいいよね。めっちゃいい女だよね。そうですね。その程度であなたに愛想尽かす女は別れて正解だよね。そうですね。振られてよかったかな。だよね。そういうポジティブにそこは捉えた方がいいよね。はい。で、今なんかこれから、なんかそのさ、前の方にも聞いたんだけど、はい、なる前とさ、なった後でさ、気持ち的な部分をさ、なんか変わったところある？俺今すごいずっと金玉触って大きさ大丈夫かなって確認してるわ。まあ片玉、うん、まあ、近い存在ではないですけど、まあ、芸能界で言ったら、まあ、爆笑問題の田中さんとかも片玉じゃないですか。うん、片玉だね。まあ、そこまで、まあ、田中さんも今元気で活動してらっしゃるので、うん、このまま片玉でも、まあ、生きていけるんじゃないかなっていう部分はあるんですけど、うん、まあ、21にして片玉になると思ってなかったんで。そうだよね、びっくりしたよね。そこですね、心配なのは。でもさ、早めに気づいてよかったね。比較的早期だったの。そうですね、触診とエコーだけで、あ、もうこれガンだねってわかるぐらいだったので。ああ、じゃあ、腫瘍自体はちょっとまあちっちゃくはなかったんだ。はい。まあそうだよな、思わないもんね、20代前半でね。はい。いや、でも、前の人にも言ったけどさ。はい。俺、お前が、なんていうのか、別に片方の金玉でも差別全然しないし、マジで。なんなら、はい。はい。なんていうの、
大事にするしさ、俺さ、俺がインターネット、ヒカキン倒してインターネットチャンピオンになるから、ちょっと俺についてきてくんね。はい、わかりました。片玉を武器に頑張ります。なんかあったら、お前に頼っていい。俺が全然ネタなくてさ、やべ、もうマジで本当に放送するネタがねえ。じゃあ、そうだ、俺のような視聴者に片玉のやついっから、そいつに聞くわって、お前のこと頼っていいか。はい、よろしくお願いします。お前のこと頼りにして、俺もやるから、俺についてきてくんね。はい、応援してます。ありがとう。ありがとうね、貴重な話聞かせてくれて。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。本当にありがとうございました。はい。じゃあ、はい、失礼します。本当だよ、俺、いつもの俺だったらよ、おい、取った片方の球で野球でもやんべえよって言われてたけど、さすがに言えなかったわ。さすがに。ほら、ちょうどいいよ、俺、あれだよ、最近野球凝ってっからよ、つって。おめえの片玉だよ、名古屋ドームでホームラン詰めよ、つって。あぶねえ。やっぱでも、あれだな。身近なんだってさ、芸能人とか言って、俺の視聴者で、そういうのってやっぱ、あれだよな。身近に感じちゃうよな。身近に感じてしまうわ。にレスリングをやってて乳首が取れたことあります。ちょっとそれ病気じゃねえだろ。それ柔道やってて耳腫れてるのと一緒だろ。それしょうがねえだろ。それもう俺どうこうとかじゃなくねえか。あと二人で締めようか。さっきのちょっと女の子行こうか。インスタが痛い精神病の女の子。もしもし、こんばんは。こんばんは。なんか、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。ホモの方じゃないです。ちゃんとした女性です。違います。声、変なんですけど、女です。女性の方なんですよね。なんか、はい、自己紹介と自分の病気を教えてもらっていいですか？はい。3ヶ月前に、はい。ADHD って言われて、何って言われたんですか？ADHD、あ、発達障害。はい。はい、どう、うん。それが、私は、注意欠如が優先なんですけど、はい。なんか、足元に物があっても気づかないでぶつけちゃうとか、忘れっていうんですか、瞬間的に、はい、記憶することが苦手で、はい。なんか、すぐに、なんか、あれやっといてとか言われても、はい。なんか、ちょっと忘れちゃったりとか、まあ、なんか、あんまりそんな、なんか人に迷惑かけることじゃないんですけど。仕事は普通にできてるんですか？それが、なんかそれ、多分それがほぼ原因でクビになっちゃって。はい。やっぱ1日30回ぐらい怒られて。あ、じゃあもうガチの発達障害の方で。あ、でも別に何て言うんですか、知的とか、人の良心とかはわかるんで、多分見た目とか普通だと思う。あ、全然普通。はい。はい。なんか、発達障害っぽくない？別に喋って、うん、だと思うんですよ。はい。ただ、なんか、不注意が多いとか。あ、注意欠如しちゃうんだ。そうですね。あと、なんか、ちょっとだけ衝動的、なんか、考えずに、はい。物を言ってしまったりとか。はい、例えば、どういうエピソードがあるんですか、それ。なんか、普通になんか、本当に太ってる子に向かって太ったね、とか。ちゃんとした発達障害だ、それ。そう、しまったってなって。ああ、言っちゃうんだ。はい、あなたから見てさ、はい、あ、この人私と一緒だなみたいなのってやっぱ分かるもんなの？分かりますね。久保田学はどう？久保田学さんですか？うん、いいよ、本当にいいよ。多分そうだ。そうだよね。俺もそうだと思ってんだ。本人は違うって言ってんだけど、あ、やっぱ、分かるって言うじゃん。はい、多分ですよ。分かんないですけど、その先に持ってないですけど。あ、先、これは俺たちのね、勝手な、本当に、勝手なもんだから別にこれはあれじゃないけど、ね、やっぱそうなんだ。そうだと思います。日常生活でさ、その仕事以外に支障をきたすことないの？いや、なんか、でも最近分かったんですね、うん、なんか3ヶ月前に分かったんで。なんかそういうのって多いっていうね、大人になってから気づくって。そうなんですよ。でもあなたまださ、はい、早めに分かってよかったね。だって40になってからじゃ遅かったじゃん。いや、ほんとそうなんですよね。なんか分かった時はもっと小さい時に分かってたら、うん、なんか親になんか1万回ぐらい怒られて
るから同じようなことを。あ、なるほどね。もっと早く理解してもらってたら、なんかあんなに怒られずに済んだんじゃないかなとか、それは思ったんですけど、でも逆に、なんかポジティブに考えて、今分かったからもう、なんか、やっぱり苦しむじゃないですか、あんまり若いと。でも、ある程度もう31だと思う。あ、31。だから、なんかもう諦められるっていうか、なんか開き直れる。そうですね、もうだ、まあ、そんな人に迷惑かけるのかとか、アスペルガーの方とかだったらね、人の気持ちがわからないとか。あ、まあ言うよね。まあ人の気持ちもまあわかるし、あの、学習能力にも問題ないしから、まあ普通に大学も出てるんで、別にまあ大丈夫かなって。確かにね。そうです、ね。なんかさ、逆にさ、苦手な分野はあるじゃん。圧倒的にそういう注意がね、ないっていうのはすごい苦手じゃん。多分、仕事とかでも。なんかそういう人たちってさ、どっかでさ、反動でさ、すっごい得意なこととかってあるじゃん、多分。あなたの場合は、なんか得意なこととかってないの？あります。私、言語得意で、あ、一応、英語と中国語を話せるんですよ。やっぱそうなんだ。あ、なんかあるんですよね。なんか多分耳がね、なんか敏感なんですよ。だから、鼻音とか、あの、時計の秒針とかがちょっと苦手で、で、その分多分耳がすごくいいのか、わからないんですけど、勝手に自分と思ってるんですけど、だからなんか英語とかも結構、まあ、あの、もう割と早めに1年ぐらいで割とマスターしたというか。へぇー。すごっ。そうなんです、ね。え、なんかちょっと軽く喋ってみてもらっていい？英語。なんかあの、自己紹介ぐらいで。あ、なんか俺の放送の感想をちょっと英語で、ちょっと、あと。Hi everybody. I'm always watching, this space. And, this is so nice. So you guys should, watch every day. すいません。あ、ありがとう、ありがとうございます。いつも、いやいや、いつも見てます。ありがとうございます。はい、すごいわ。やっぱ、でもじゃあそれはさ、その、はい、欠点じゃないよね、もはやね。そうですよ。なんか、だから、なんか、まあ、一つでもなんか、なんていうんですかね、自分でもなんなんですけど、うん、なんかこうちょっと優れた部分が、まあ、あってくれただけ良かったかなと思うんですよね。あ、あと俺たち一個知ってる中国語がさ、ジーパー、あ、ジーパーアンモって、チンコもみもみっていう単語なんだけど、あるよね、ジーパーアンモ。すいません、その単語わかんないです。あ、わかんないんだ。それはあれだよ、発達障害だからだよ。そこはやっぱ、あれだな、足りてねえとこだな。おめえに足りねえところもまた見つかってよ。これから、な、そこは俺のアドバイスちゃんと聞きなさい。はい、あの、ちゃんと調べます。そう、ちゃんと、やっぱそこ足りてないわ、まだ。ちゃんとマスターして、今度、そう。何か機会があったら、ちゃんとそれ、第一線で話します。あ、ありがとう。なんかじゃあ俺が中国行くときは、なんか、あれするね。頼むね、なんか。あ、はい。うん。なんか、汚い言葉ばっかり教えます、ね。あ、ありがとうございます、本当に。いや、わざわざ本当ありがとうございました。あ、いやいや、こちらこそありがとうございました。はい。その特技を生かして頑張ってください。ありがとうございます。はい。失礼します。はい、失礼いたします。やっぱあるんだね。言われて、ね。あるんだな。ちゃんと。あ、セピアのブーメラン行ってほしかったわ。いやー。やっぱね、なんかわかるって言うじゃん。先ほど乳首が取れたものです。なんでその乳首取れ、なんで、次ラストでさ、お前さ、もう本当に、もう胸、胸郭に癌ができちゃったんですとか、精巣癌なんですって言って、いや、私もう発達障害なんですって、最後にさ、おめえのさ、柔道がレスリングで乳首取れたんですって話聞かなきゃいけない。おいや、しょうがねえだろ、柔道のレスリングやってて乳首取れちまったもんは、病気じゃねえじゃねえかよ。中学生です。今親がいないのでチャンスです。知らねえよ。何のチャンスなんだよ。なんで俺がお前と喋るチャンスを伺わなきゃいけねえんだよ。腰淡々と。脊柱管狭窄症です。LINE は無理なので写真送ります。わからねえよ。エコー、CT とレントゲンの写真送ってきてくれ。なんか、この主要の方行こうか、最後。スキーで、いや、こんばんは。あ、こんばんは。はじめまして、うんこちゃんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ですね、ちょっと重たい話になっちゃって申し訳ないんですけど、いろんなね、持病を抱えてる方たちのお話をちょっと聞かせていただいてるんですけど、はい。あなたはどういったご病気で、レックリングハウゼンという病気でして、
して。レックリングハウゼン、ごめんなさい、ちょっと私無知でわからないんですけど、どういった病気なんですかね。なんか、難病みたいにされてるんですけど、はい。皮膚のなんかこう、神経とか集まるところに腫瘍が。あ、さっきのあの、写真送ってくれた人耳の。あー、あれちょっと、ねえ、大変だね。そうですね、なんか見た目がすごい気持ち悪いっていうのがすごい。うん。悩んでいまして。ボコボコボコってなっちゃうんだよね。あ、はい。難病指定されてるんだ。はい、そうですね、はい。それで突然、できちゃうの。なんか生まれつきでちょっとずつ腫瘍が大きくなっていくみたいな感じで。うん。で、どこにできるかわからないみたいな感じなんですけど。うん。もう、手術は3回ぐらい経験してるんですが。あ、そうなんですね。はい。それ何歳ぐらいから、もう生まれつき、ちょっとちっちゃいのができてて、年を重ねるごとに、同じ場所にできちゃうんですか？ボコボコって。そうですね。腫瘍はいつできるかってわかんないんですけど。はい。生まれつきで先天性の疾患で。はい。3歳児検診とかで。あ。3ヶ月検診なんかで。そこでわかるんだ。はい。失礼ですよ。20代、30代とか、年代だけ教えていただいていいですか？あ、20代です。20代。やっぱ、それ、ぶっちゃけもう、こんなこと聞くの失礼ですけど、辛いっすよね。そうですね。なんかこう、自分で困っているのが、うん、やっぱ手術しないといけないっていうのがあるんで、はい。だいたい10年おきとかに手術してたんですけど、はい。30歳とかの時に、仕事をしている時とかも、手術ができないのが、はい。そういう自分の中でネックというか、そう。見た目も、はい。見た目もちょっとやっぱ、ね、はい。コンプレックスになっちゃいますよね。そうですね。はい。それって命には別状ないんですか？そうですね。今のところはなくて。はい。なんか、大きくなりすぎて、なんかこう、うん、臓器とか圧迫することがあるらしいです。ああ、なるほど。それって皮膚の上だけじゃなくて、中の方にもできちゃうんですか？あ、中の方にも浸透していってるんで。そうなんだ。はい。上皮に向かってじゃなくて、内側にも大きくなっていっちゃうんだ。はい。その、後発部位みたいなのはやっぱ耳とか、耳の後ろとかが多いんですか？どうすかね、足とかもできてるんですけど。へぇー。ちょっと、本当申し訳ないけど、ご両親もどちらかとかそういうのあるんですか？あ、いえ、本当に偶発的に私の場合はなくて。そうなんだ。はい。お仕事ってされてるんですか、今？あ、まだ学生です。あ、学生なんだ。その、変な、はい、友達とかはどうなの？友達とかは、はい、今の大学の友達は一応医療系の学校行ってるんで。ああ、そうなんだ。はいはいはい。全然行ってこないんですけど、はい、私はなんかこう、この耳気持ち悪いなとか言われて、しばかれたりとか。へぇー、はい。でも、それきっかけで医療従事者を目指したとか、そういう感じなんですか？あ、そうですね、はい。いやー、それはちょっと頑張ってほしいわ。はい、頑張りとございます。医者とかにも多いんだよね、なんかさ。はい。そのなんていうの、略語がわかん、略、正式名称わかんない。略語しかわかんない。なんだっけ。心室中隔欠損の人とか多いんだよね。それでちっちゃい頃手術して、その胸に大きい傷持ちながら、僕はこの傷誇り持って、ちっちゃい子供たちに同じ思い、俺が治してやるみたいなので、医者になったいい先生いっぱいいるのね。だからそういうさ、実際病気の人の気持ちをさ、なんか分かってあげれるじゃん。あなただって難病なんてなかなかならないわけじゃん。しかもなりたくてなってるわけじゃないじゃん。そうっすね。だからそういうさ、人の気持ちを分かるわけだからさ、ちょっと頑張ってほしいわ。だって話聞いてる限りさ、あなた声優しいもん、すっごい。しかも男性の方が絶対医療従事者に 100% 向いてるからね。絶対向いてるから。もうこれ俺が働いててマジで思うから。女性ってやっぱどこか感情的になるけど、はい、男性はマジで俺、病院で働くには適してる。やっぱ人種違うから、男と女って。あ、俺は男性の方が絶対向いてると思うから、もうちょっと頑張ってほしいわ、くじけずに。ありがとうございます。しかも比較的寛容じゃん、やっぱ。そうですね。絶対周りの目も。まあ、こういう病気があって、ねえ、そういう中でやってるのはかっこいいって絶対思うから、俺だって今思ってるから、こいつかっこいいなと思ったから今。ああ、すいません、ありがとうございます。だからちょっと、まあね、いろいろ見た目的なコンプレックスって絶対あるじゃん。だってそんなさ、ない方がいいに決まってるものがあるわけだから、そこをさ、別に気にしない方がいいよとは言えないけど、はい、もうちょっと、跳ねのけるぐらい、頑張ってほしいわ。はい、その医療の道で。はい、頑張ります。
ます。すみません。頑張って、いやいや、もう、こちら、いや、もう、貴重なお話を聞かせていただいて。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あの、僕、あの、頑張るんで、あなたも、じゃあ、あの、病院の方でチャンピオンになってください。インターネットヒルの、あの、心待ちに。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなも頑張れって言ってるんで、本当に頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい。本当失礼しました。すいません、ありがとうございます。はい。国内で800人だって、いろんなやつが聞いてんな、ほんと。いや、ちょっとね。いや、なんかいい話聞けたわ。興味関心が。でも俺たち、おい、取った金玉でキャッチボールしようと。もう、そういうのやめねえかなあ。人を思いながら生きていこうぜ。人を思いながら。不謹慎じゃん。そんなの。いやでもよく笑いながらみんな話してくれたわ。よう俺の放送のネタになってくれた。ほんと、いやこんなのさ、違う。病院で働いててさ、聞けねえわけよ。ほんとに。絶対 NG だから。がんになった後と、前と後で、どんな心境の変化があるんですか？教科書に載ってんのね。で、本当にさ、そうやってなんのかよみたいなのって聞けないわけよ。片方金玉取れてさ、性欲ってどうなのとか、失礼じゃん。でもさ、俺とその視聴者の関係性があるからこそ、聞けてよかったわ。だって、優しい言葉もかけちゃいけないじゃん。触れないことしかできないわけよ。いやでも本当にこれあのね、配信者とかどうこうじゃなくて、本当病院って俺本当にさ、趣味でさ、医療ってさ、すごい趣味で未だに勉強するんだけど、てか病院で働いてる時より勉強してんだけど、すごい知識欲マジ満たされたわ。ありがとうございました。自分の個人情報をこんなにさらけ出して、より一層頑張ろうという気になりました。こんなにね、生命についてたっときものだと。我々はね、生きてるだけで丸儲けだ。健康が一番だと。綺麗事を言ってきましたが、やはり、それをね、肝に据えて、これからも一生懸命配信していこうと思います。